鎌倉アンティークス土橋正臣の YouTube チャンネルへようこそ。今日はなんとですね、中村あゆみさんに来ていただいてます。皆様、中村あゆみです。なんと、イエーイロックポッあのね、中村あゆみさん知らない人いないと思うんですけれど、私の世代は。いや、そうなんですね。そうね、土橋さんと私は、うん、あの同級生なんで。同級生です。土橋さんの周りの人ではたくさん知ってる方がいらっしゃると思うんですけど。そうだよね、まあ、中村あゆみです、よろしくお願いします。なんと、あのね、翼の折れたエンジェル、皆さんね、後で検索してね、若い子はね。もうね、これ本当に有名な曲でね、でも自分のね、知り合いにね、聞いたんですよ、うん、ちょっと下の世代に。知ってましたよ、曲は。知ってるんですよ、曲ね、みんな知ってんの。知ってますね、本当に。俺すごいね、あの本当に、あの、うん、20代の子も知ってる子は知ってたりするから。知ってるんだよね。やっぱでも嬉しいですね。嬉しいよね、うん、で、このね、中村あゆみさんのね、あの生い立ちをね、実はね、この「鎌倉 FM」っていうね、はい「ノーアンティークノーライフ」って番組私持ってるんですけども、はい、そこでね、今回ね、出演していただいて、はい、なんと掘り下げましたね掘り下げましたね。結構盛り上がって、いやいや、盛り上がりすぎて、収録時間30分だったのに、ね、これ倍ぐらいいっちゃったねあのディレクターがちょっと頭抱えてましたけども、はい、でも楽しかったからいいです ね、はい、でもね、中村あゆみさん、あゆみさんの方は、じゃ出身 どちらなんですか、もともとは。あのね、うん、生まれは大阪で、うん、だから 出生は大阪。大阪で。で、うん、あの出身は福岡なんですよ。うん、福岡に、あの若いあの、うん、両親別れて。あら、私は取り合いして、取り合いして、え、取り合いされちゃったんだ、まあ、取り合いというよりもどっちかっていうとね、うん、私の生みの母が、うん、女を捨てきれずに福岡に戻っちゃったんですよね。そうなの。そういうことなんですよ。じゃあそれで一緒についていって、いや、その時はまだ父のところにいたんです。いたんだ、うん、だけども、あのその後、うん、まあ5歳さんとうまくいかずに、はい、なんと私が飛び出しちゃうんですよ。ちょっと待って待って、あのあゆみさん結構複雑だったのね。複雑ですよね、幼少期は。骨折です。骨折しちゃったね人生、人生そこで複雑骨折しちゃってで福岡に行きましたと、うん、でも、うん、あの元々はね、うん、もっと本当に生まれた時にすぐに一回福岡に行ってるんですね。そうなんだ。それで、あの別れるっていうんで、ね、うん、別れる条件が私を置いていけっていう父が、うん、すごいでしょう。その条件、ね、面白いんですよ、両親でね、言うこと違うの。え全然違うこと言うの。別れた時、うん、みんな母はそういうふうに、うん、私を置いていけっていうのが条件だったんだよって、うん、でもあなた私置いてたじゃないみたいな、言う言うて置いてたじゃないって父は、うんうん、あんな人にお前を任せられなかったって言って、うん、私をもうこう持っていくんだけど、私はほとんど親戚に預けられてるんですよ。えそれもすごいね。持っていかれんだけど親戚のとこにいたんだ。そうです、そうです。あら、だけどその後ご歳さんが来るわけですよ。来ます、うん、そうだよね、うん、だけど、うん、うまくいかないんですね、ご歳さんとうまくいかない。 それで私はまたビューって行くんです、行くんです、福岡にね。そして、うん、行った時に、うん、あの実は、うん、まあ、私の母と、うん、あのもう今お亡くなりになられたんですけど、うん、まあ、この世界で本当に有名な平尾正明さん、すごい、平尾正明さん、お友達同士で、え、ちょっとお母さんと平尾正明さんが接点があるわけ。そうです、うちの母は、うん、まあ、座って数万円もするようなクラブを、はい、何件もやってるやり手のママだったんですね。経営者、実業家だったんだ。そうだったんですよ。そこでそこのそうお客様で、そう、ね、うち娘がいるんだけど、うん、娘を歌手にしたいんだけどって私は全然思ってなかった。おい、うちの母がなりたかったんですよ。お母さんの夢だったんだ。そうです、歌手は。そうです。それで私が、うん、なんか知らないけど、まあ、東京に行けるし、うん、そうだよね、行けるってあのそのお別れ会の時に、うん、高校の時に、うん、女優になってきますって言って、じゃあ待って、女優志望？女優志望だったんですよ。あれ？それで、あ、そう。あの母は、うん、あのもうとにかく歌手になんなさいって言って、で、あの送り出したい。送り出しました。で、東京です。それ何歳の時ですか？15歳の終わりなので、うん、もう一番長くなってるのが東京です。そうですか。はい。道理で方言もないわけだって。ないですね。うん、でもね、うん、大阪弁も福岡弁も、うん、全部できます。あ、できるんですか？はい、できます。それは付き合ってる彼氏がそういう問題じゃなくて、そうじゃなくて、うん、もうそこに行けばすぐそうなります。あ、戻るんだね、やっぱり。戻ります。あ、そう、うん、だから三角語を喋るすごいね、バイリンガルだね
すごいね。日本の中のすごい日本の中のバイリンガル。道理で道理でって何が道理か分かんないけど、はい、あそれで16かな15か16でその活動を始めることになる、はい、そうです。でもそれがさ、まあラジオの中で掘り下げてるけど、うん、これ偶然が偶然を重なって、そうです、ね、これすごいねこの話。これは翼の折れたエンジェルを作ってくださったその高橋健さんとの出会いも、うん、それその後にそのあの事務所で預かっていただくようになった加山雄三さん の、うん、あの事務所にも、はい、本当にいろんなことがどんどん決まってって、まるで何かに導かれてるように。でもやっぱりくつくつと、うん、私はこんなところには埋まってないぞと、もう私はこんな人間じゃないんだと、何かをやるんだと、これ大事ね、これはやっぱすごい強く思ってる子で、思ってたんだ。それがやっぱそういうところに結びついていったんだろうなと今思えば。だからその思いが現実化したわけだね。そう、これ大事ね。土橋さんもそうです。そうそうだね。そうじゃないとこんなになんないでしょ。こんななんないよね。アンティーク集めすぎて英国のアンティーク博物館作っちゃうという。作っちゃう。どんなのよ。そこまでいかないでしょ。まあ普通はね。でもやっぱりそういう、うんうん、その時すっごいそういう思いが、うん、このさ思いの強さって大事ですね。大事ですね。で周りから見るとあの人バカじゃないみたいに思われるぐらいがいい。ぐらいじゃないと。ないとダメ。いかない。だって周りさそういう人多いね。多分でもそれって、うんうん、例えば、うんうん、表彰台に上がるスポーツ選手もそうだし、うんそうだね、なんかやっぱちょっと変わってる人が多い。だってさよく考えてあゆみさん、普通でやってたら、うん、そんなとこ行けないから。そうそうそう本当にそうだと思います。だって普通にやってて翼のオレンジル歌ってあんな風にならないよ。でももう最近結構普通なんですけどね。いや普通じゃない。あ、ね、あゆみさんそれね思い違いです。私から見たら全然普通じゃないよ。でもなんかやっぱその時すごくそういう強く思ったこと思ったんだね、うん、その思いが現実化していくんだね。そうですね。やっぱりやっぱりさその時さあそれ聞きたかったんだよね。みんなね多分聞きたいと思うんだよね、うん、オーディエンスは。これ言葉に出して言ってた、どうしてた、思ってた、それとも私はね、うん、どっちの方そんなに言葉に出すのかった。今はそう言葉に出すようにしてますけど、ね、その当時は私は、うん、その代わりその強く思う思い方が、うんうん、半端じゃない、普通じゃなかったと思います。そうじゃないとやっぱり、うん、届かないですよね。そうだよね。もう曇り一点もなく信じてました自分。信じきっていた、うん、やっぱり自分を信じきるって大事ね。なんかね、うん、イメージが売れないイメージなんか全くできなかったし、売れてるイメージしかなかったんですよね。すごいねそれ。たくさんの人の前で歌ってるイメージとか、あもうイメージングをそこでしてたわけだ。いやもう普通に、うん、あていうかもう現実としてそう思っちゃってるんだよね。いやそうだし、うん、それでその時にあの自分が発する言葉とかも考えてたし、うん、あもうその時から。そうですそうです。普通にすごい、もう台本を考えるぐらいの。そうなんですよ。いやそれって大事みたいね。みんな成功する人ってみんな同じようなこと言うね、うん、もう前もって青写真ができててそれを現実化するっていう。今回もその青写真を書いてます。ちょっと待てまた怖い。何の青写真書いてんのよ。今回今回それ85年ですからね、うんうん、36年ぶりぐらいに、今度はですね、今度は、はい、ちょっとドキドキするんだけど何言い出すの。私ね、うん、数年前に父が亡くなった時に、あの父にもう本当に私なんでこんな家に生まれたんだろうっていうぐらい普通の家で普通の家に生まれたんだ。何の財産も残してくれなかったんですけど何も残さないのかよとよ、はい、残さなかったんですけど、唯一父が、あのアルバムと、ジャズのアルバムと、ジャズのそのカセットテープをたくさん残してくれた中に、すっごい素晴らしい曲がいっぱい埋まってて、そこで衝撃を受けて、うん、ですごいちょっとずつカバーをしてたんですよ。本当。でこれをなんか亡くなった父の前で歌ってあげる時が、うん、ね、本当お父さんに歌ってあげたかったなって思いでずっと大事にしてたんですが、うん、今回やっぱコロナで、そうだよね、ね、なかなかそのロックってやっぱ密が全てなんですね。本当な、密の最たるものじゃん。もう密もうツバー飛ぶしね、こう、そうもう密だらけだよね。っていうこともあったので、うんうんうん、逆にロックがそう本当にそういう意味じゃ後押しをしてくれて、なるほど、ジャズのスタンダードだったり、スタンダードあの名曲っていう名曲特集で、あの今回カバーをさせていただいたアルバムを出します。いつ出すの。3月の14日のホワイトデーに。ね、これホワイトデーだから男性があのプレゼントとか買います。ですよね、うん、買います。何枚ぐらい買いましょうかみたいな。でも
ここちょっとアルバムね、はい、こちょっとちらっと実は見せてもらったんですけども、はい、今この辺にこの辺にボワッとこう出てると思うんですけど、はい、うん、ジャケ買いしちゃうね。ありがとうございます。奇跡の1、2枚がいやここにあるってでもこれかっこいいね、この写真。そうなんですよ、結構中身もジャケ買いしても裏切らないようにできてると思います、うん、これ中身ちらっとさ曲とか言って大丈夫なんですか。あとね、うん、例えばもちろんもちろん、うん、例えばどんヘレン・メリルの、うん、やっぱジャズといえば指そうなやつ、ガムホーム2ですね。これも定番中の定番ですね。 でも今では世界的に有名な彼は、うん、オータムレイン、はい、ある方のアレンジがもう素晴らしくて、はい、そのリスペクトでカバーさせていただいて。そうですか。そして、うん、あとは大好きな、まあ、はい、フランク・シナトラのカバーをロッド・スチュアートがしてる、はい、そのカバーを私がしたんですけど、はい、フライミートゥーザムーン、フライミートゥーザムーンね、はい、最高ですね。曲だったり、うん、あとは実は、まあ、他にもいっぱいあるんですけど、うん、このこちらのこう椅子に座って、実は皆さん、そうです、そうなんです、この鎌倉アンティクスのスタジオ で、ミュージックビデオを撮らせていただいたんですけど、そうなんですよ。これは、ね、Speak Softly Love、 ゴッドファーザーの愛のテーマです。出ました、この曲をですね、ここもうねぴったりじゃん、これこの色といい、そうね、私映画の中に入ってきちゃったのかなと思ったぐらいにすごいよね、うん、これ私まだ見てません貸した本人見てないっていう、いつ出るんですかそれは。もう、うん、今編集してもらってるんですけ ど、うんうん、多分3月14日の前後には、うん、もちろん出来上がってますし、そうですよね、うん、ちょっとずつ今、うん、やってますから。そうですね、もう楽しみにしてます、はい、うちのねこのギャラリーが使われてます。そしてなおかつ、うん、ライブもあるんですよね。同じ3月14日にコットンクラブ、うん、丸の内の東京駅の、最高じゃないですか。すっごい、やっぱ色合いこんな感じ、もう色似てるね、うん、雰囲気似てる。え、コットンクラブのボックスシートで見たいよね。すいません、もうね、どういうこと、発売前からやばくてもうなくて、そんなに人気、いや、 本当こやめてくんない、あゆみさん早く言って、そういうことは。やっぱりボックスシート、うん、すごくいいお席から売れていく、ジャズのお客様ってそうなんですね。いや、そりゃそうですよ、うん、あそこのボックスシートど真ん中で見たいですもん ね、じゃあ私一番前でお願いしますOK ですよかったでもね、はい、これ楽しみでしょ。中村あゆみがジャズを歌う、そう、この声で、この声で、ね、結構ねリクエスト前からあったんですよ。あったんだ。ありました、ありました。そうか、でもやっぱりそのタイミングとか、うん、やっぱあるよね、タイミングね、やっぱりあとは年齢とか、そのお父さんのね、うん、そういう思いとかを伝える、うんうん、でも逆に親孝行だね。いやいやいや、だってお父さんの一番いい、 でもお父さん一番いいのを残したじゃん。さっき財産とか言ってたけど、うん、それ以上のものじゃない。いや、これが財産だったんでしょうね。お父さんいい人ですね。土地とかお金だけじゃないんですね、財産。土地とお金もいいけどいやいや、でも、いや、大事なものを残してくれた。でももう本当にそうです、うんね、だからすごく、うん、やっぱりこれからのある新しい道が、うん、このことによってすごく開けたっていうのがあるんですよ。そうかもしれない。それすごくやっぱりアーティストにとってはものすごく大事なこと、うん、アーティストの命ですかね。 そうですね、長生きできるように。じゃあ三が長生きしますね、はい、じゃあ一緒に長生きしていきましょう ね、 そうですね、はい、はい、そんなわけで今日はですね、中村あゆみさんの、 この LP だよね。そうです、 LP の発売。そうなんですよ、うん、LP なんだよね今回は、うん、そうなんです。 CD はないんですよ、うん、CD ないんだ皆さん。ないの、 LP ですから。 LP がかけたことある、ね、でしかもその LP は、うん、コードがついてまして、え、 QR コードが、QR コードでもしかしてウェブ上で聞けるという、それもできます。iPhone でも聞こえるという、それもできるし、うん、もちろんプレイヤーでかけることもできる。めっちゃいいじゃないですか、はい、その2段構えで。じゃあウェブで買うよりも LP 買えよって。もちろんもちろん、絶対そっちの方だって、あのジャケットがついてきて飾れて、おしゃれですね。ここのどっかに飾っておいてくださいね、うん、もう飾りますよもうな、玄関に飾りますから、はい、ぜひぜひ。じゃあ皆さんね、このジャケット今見えてますか。このジャケットを手に取りながら曲を聴くと、はい、でもね、あゆみさんね、音楽ってそういうことがあるよね。LP 全体で音楽ってとこない。そういうことありますね。1曲だけ買うっていうのあるじゃん、うんうんうん、そうじゃなくて全体を聴いてほしいよね。私たちの世代は特にそうじゃないで、ライナーノーツを飲んで読んで、うん、そして、うわ、この曲のアーティストのこの思いが全の曲の流れで、そうです、そうです。で、曲選ぶとき、そういうの考えるし、すっごい。曲選びは、うん、本当にリクエストが多かったこともあって、それで、
なんか結構迷わずに、うん、で本当に私が好きな、うん、自分が自分の部屋で普通にかけておきたい、うん、っていう。そうだからなんかこう、ね、やっぱロックってメッセージをガンガン詰めていくんですよね、うん、そうだね、詰めていくよね、そう、うん、違う激しいエネルギーを注ぎながら皆さんが元気になってくれるように、うん、そうだよね。だけどやっぱりスタンダードとか名曲とかジャズとかっていうのはどっちかっていうと寄り添う感じ、うん、いいねこの人に寄り添って、そう寄り添ってなんかそのお部屋の中で一緒にその時間を過ごす、例えばいい、ね、お酒を美味しくする、わなんかそういうテイストで今回あのピックアップもしてるので、あそっか、多分あの好きな方は本当にハマってくれるかなと。ハマるもうね、皆さんねジャケットを置いてレコードを回してで見ながらやるとあゆみさんと一緒にお酒を飲みながら、そうですね、でも本当になんかね、うん、翼の折れたエンジェル世代の人たちは、うん、一緒に年齢を重ねてきて、うん、今こんな感じだよね僕たちみたいな。あいいな、ちょっとたまんないなああ翼の折れたエンジェルのそうですよアンプラグドバージョンが入ってるっていう噂が、これは入ってないか、入ってないですよ。でも、うん、あのライブではライブではやるんだよ ね。じゃあライブでアンプラグド、うん、ラグアンプラ言いづらいよね。そうなんですよ、アンプラグド、まあ、アコースティックだけで歌ってるバージョンもあるんです。ギター一本で歌ってたりなんかさ、本当違った展開になっちゃいましたね、はい、じゃあぜひ皆さん中村あゆみさんの LP お願いします、うん、そしてライブもお願いします。はい、今日はですね、歌手の中村あゆみさんに来ていただきました、はい、またぜひ遊びに来てください、はい、ぜひぜひ、はい、では皆さん今日もありがとうございました。じゃあ、概要欄の方の中村あゆみさんの方の、リンクの方もポチッとしてください。あとはグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。ノーアンティークノーライフ。